はい、帰りました。億万長者合宿レイジ再開します。これ20話ですね。前回撮った20話アップロードなかなかできなかったんで、もうね放棄してですね改めて撮り下ろしてるわけなんですけども、今回ね、やっぱりこう旅に行って感じたこと、一つはね、まあ、Wi-Fi の電波はまだ絶対ではないなってことですね。で同時にですね 5G っていうのがそこは、もうすでにね準備されていて使えないんですけども、 5G のチャンネルっていうのがあるわけですよね。 Wi-Fi をつなごうとすると、まあ進んでるような進んでないような感じでございました。でホテルの館内くまなくね歩いたんですけども、結局ねスムーズにインターネットが通じてるところを見つかんなくてですね、じゃあこの会社とかね旅館っていうのはどういうふうにねホームページを管理してるのかなとちょっと心配になっちゃったわけなんですけども、まあいろいろあるんですよねきっとね。で、今回ねインターネットを使いながら感じたことなんですけども、まあすごく非常に面白いなっていうところがあって、それはねインターネット上に誹謗中傷をねしてくる方が当然ですけどいるんですよね。それなくならないと思うんで、もうこれはねどうでもいいかというところなんですけども、その誹謗中傷に対する私のね返信コメントを見て信用できるんで速稼塾迷ってたけども入塾させてくださいみたいな人がいるんですよね。アンチも呼び水になるというね、以前ね私のアンチに対していろいろとコミュニケーションを取った結果、速稼塾で勉強させてくださいみたいな流れがそういうのあるよってことをねもう1年以上前に申し上げたような気がしますけどもね、この木曜長者合宿のやり取りの中でお話したんですよねきっと。だからどんな形であれ、まあ、私は YouTube をこうやって上げていてね、それを誰に見ろと命令するわけでもお願いするわけでもなく、ただアップロードした動画が存在していて、それをたまたま誰かがね見つけて何を思ったのか再生していろんな感情を抱くんだろうなというところなんですよ。でこれを言うとね、その動画を再生したのは誰なんですかみたいなね動画も上がってるんですよ。私たちが上げてるのね、私は頼んでこの動画を見てもらってるわけじゃなくて、その動画を再生したのはあくまであなたの自由意志であって、あなたがクリックしてあなたがそう感じたんでしょっていうふうなね、こういうふうな論評をすると、その動画なんてねいつさえ再生しなければ内容が何言ってるのか分かんないから、それで再生したらねたまたま自分の気に入らないことを言ってたんだ、だからそれはおかしいぞと、再生したのは誰なんだって言っても再生しないと中身が分からないんだからそれ再生するでしょっていうようなね返信もいただいたんですよ。で私はね、あ確かにそうなんですよと、でもねあなたの再生した動画ってのはいつもあなたの期待通りでしたかってまた答えるというか、ね、返信するんですよね。そういうことがあったんですよ、だから自分が再生して、自分の思った通りのことだけを言ってくれるそんな動画っていうのがいつもあるんですかって、そうではないですよねと、そうじゃない時もあると、でそうじゃない時にいちいちなんだこの動画っていうふうにね言うとしたらなかなかユニークだなと思うんですよ、それ自分好みの動画じゃない時もあるわけですよね、期待していた映画がそれほど面白くなかった、自分好みじゃなかった、結末が自分の気持ちいいようなものではなくてね、なんだこれはみたいなね結末だったと、そういうことは山ほどあるじゃないですか、それを一つ一つあげつらってんのかなということでね返信させてもらいましたけども、もう本当にそうだなと思うんですよ。自分が選んだものが自分の理想通りのものではなかったっていうのは別に前提だと思いますから、YouTube のね動画を再生して気に入らなかったからといって、まあ、コメントでなじるのもそれは自由なんですけども、それは自己責任でやるしかないですよねと、でもう自分の気に入った結末の動画内容の動画だけを期待するんだったらもう再生ボタン押せなくなっちゃうよねってことなんですよね、まあそういうことがありましてね、まあ発信に特定の人をねわざと追い落とすようなねそんな動画を、まあ、作らないようにもしないといけないんですけども、ただ 100% ね1万人とは言わないですけども、見た人100人が100人気に入るようなものを作るのもこれまたね難しい話なんで、受け取り方は様々ですからね、今日は太陽が出ていい天気ですねって言ったらね大干ばつで苦労してらっしゃる方に対して不快だって言われるかもしれませんし、
例えばね、今 GoTo キャンペーンってありますけども、 GoTo キャンペーンいいですねって言ったらね、そんな使ってる余裕がないんだと、そんなことに金使うよりもこんなことに もっともっと大事なことがあるだろうがっていうふうに言われるかもしれませんし、いろいろですよね、ということなんですよ。本当にまとめると、現象は一つ、解釈は無限ということでしょうかね、それでは吉田さん、20話遅ればせながら、送りましたよ。それでは。